こんばんはに。こんばんは。久しぶり。だっていつぶりよ。言って2週間ぶりぐらいか。こんばんは。元気になったセリちゃんです。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 の長野セリカです。よろしくお願いします。めっちゃ首が痛くて、もうしこりもできてリンパも腫れて、病院行ったんだけど治らなくて、薬飲み続けてエコー検査していろいろやったんですけど、もうかれこれ約3週間ぐらい首この辺が不調だったんですけど、まあ、最近だいぶ元気になってきて、あ、もう治りそうと思って、で、まあ、今日検査結果聞きに行けるタイミングだったので今日行ったら、うん、もう治りそうだねみたいな、あ、まだここにいるんですけど実は、でももう大丈夫みたいな、薬もそんな今ある分だけ飲んで OK みたいな、もう大丈夫みたいな感じだったので、しもう喋るのもしんどくないのでショールームも早速始めてみました。本当にご心配おかけしてて、心配していただいてありがとうございます。本当に元気です。もうなんか首のリンパが集まって、それが一気に腫れて、今リンパ節炎ってやつね、それです。本当にこんなに長引くと思ってなかったので、そうだけど、もうまあ最近ちょこちょこね事務所行ったりね、いろいろまあお仕事ちょこちょこしたりとかね、まあ少ししてたんですけれども、まあ全然歌ったり踊ったりっていうのは全くしてなかったので、ちょっと自主練とかしながら僕対初日に向けて頑張ろうと思います。ご心配おかけしました。お元気です。いや元気だったんだよ、あ、本当に心とこの肩から下はもうめちゃくちゃ元気で、うん、全然走れそうみたいな感じだったんだけど、うん、なんかねあんま激しく運動しちゃいけないっぽくて、熱出ちゃうかもしれないから、だからねもうおとなしくしてたんですけど、休んでる時はなんか別に激しい運動以外だったら何してもよかったんだけど、まあなんかほぼお家にいたね、ほぼお家にいたし、なんか外出たとしてもスーパーとかなんか、そうだからね、家の中で、まあ、ワンピース、基本ワンピース見てたね、あと本読んだりとか、うん、そんな感じ。まああとは掃除私休みがあるとすぐお部屋掃除するんだけど、まあ、休みじゃなくても全然掃除してるけどね、でもまあ掃除してみたいな感じで、あとまあ料理とか、料理っていうかお魚焼いたりとかするぐらいですけど、
とかはまあちょいちょいしてたかなって感じ。メールとかではね、作ったみたいな写真送ったりとかしてたんですけど、そうドボンとね MJ 麻雀もやってて、結構ねマッチングできて楽しかった。一緒に遊んでくれてありがとう皆さん。やっぱ自分の推しの方と当たるとにやけるし、にやけるっていうか嬉しいし、そのドボンだったらシュタンプっていうので会えたねみたいなやり取りできるから、それが楽しかった。でも MJ マージャンはシュタンプないから、あのもう一人でこう喜ぶしかできない。まあ、ドボンは、まあ、イベント終わりましたけど、まあ、これからもちょこちょこするので一緒にまた遊びましょうね。何を話したらいいんだろうな。あ、そう、マカロンちゃんグッズ完成して、まあ、あとは、まあ、発売日も一応、発売日っていうか予約開始日も一応決めて、そう写真も撮って、そのコメントとかいろいろ書いたりもしたので、そう楽しみにしていてください。何種類、3種類出ます。あ、4種類、あの3種類新しく出て、1個はペンライト、アクリルプレートライト再販するので、この4種類出ます。よろしく。あとは、まあ、それはまあもうちょっとしたら発売されるんですけど、まずはあれ、グラビアプレス12月4日5日に12月14日にサホさんと撮影したのが発売されるっていうか、そうなので見てください。まあそうね、グラビアっていうか服着てるんですけど買ってください、お願いします。あんまり出てないやつか。あ、そうね、お肌は肩出てます。12月14日、そう12月14日発売です。ごめんね、水着じゃないのよ。うん、全然違う。っていう感じで、もう寒いですね。いや、服着てても買ってよ。服着てるから買わないっていうのはなしで、脱げばいいってもんじゃないんだからね。可愛く撮っていただいたので、ぜひお願いします。あ、そう、写真特典ついてくる、あの未公開カットみたいなやつ、そう、ほんとたくさん撮っていただいたので、ぜひサホさんと超激漏れ、激漏れサホセリでやらせていただいてるので、ぜひぜひぜひ。オフショットも、まあ、発売
したらちょっとずつ載せますね。あとは何話そうとしたっけな。あ、ネイル変えました。イルミネーションネイル、冬はイルミネーションネイルするって決めてて、やっと12月だからキラキラにしました。しかもグラデーションかわいいキラキラキラ。あ、昨日のインスタは昨日までのネイルだったんですけど、これ今日からこれです。最新のネイル、私これグッチでかわいい。イルミネーション、爪にイルミネーションみたいな、爪イルミ、え？あの髪色も僕隊の初日に向けて暗くしたんですけど、初日伸びたので、その一番染めたてのものは写真でしか送れなかったんだけど、まあこんな感じの色味となっております。あの見てください、こんな感じ。ちょっと落ちたかな色、もうちょっと黒かった気がするけど、そう僕隊は中旬頃かな、か月末下旬、中旬か下旬どっちかですね。いや本当にごめんなさい、初日に向けて握手会でも楽しみにしててねって言って、下旬に出るからって言ってたのに、私のこの首のせいで本当にごめんなさい。せっかく日曜日だったのに、しかも昼夜公演でどっちかには当たったよみたいな、たくさんコメントいただいてたのに、私が首のこのリンパが腫れたせいで本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。なんで腫れたかは本当に分かんなくて、別に繰り返すようなあれでもないって言ってたけど、割とすぐ首腫れちゃうんで、そう本当に申し訳ないし、無理してでも出ようと思ったんだけども、なんか歌うのがしんどいから、踊るのはできても歌うのがしんどくて、いやと思って初日もう、だってお申し込みも始まって当選落選も出てみたいな感じで本当に出ようと思ってたんだけど、やっぱね、そうドクター様にあのダメって言われてなかったら普通に、まあ、出てたと思うんだけど、あの本当にね出たかったあの日に。でもまあとりあえず体が一番大事、これで無理したらもっとひどくなってたかもしれないから、まあとにかく休んでもう今元気になったので、まあよかったです。で皆さん私のポジション把握したよね。あの絶対に千風呂か上手がおすすめだからよろしく。私全然下手いかないのよ。あの私いつも上手、 A の時も上手が多かったんだけど、僕隊でも上手が多いです。マジ上手人間、
神手人間やからよろしく。ももちゃんと同じポジ。え、そう、ももちゃん僕隊出たことあるらしくて、そういえば頑張って覚えてたなと思って、あのポジションだった、ももちゃんが一回やったポジションまさかの同じみたい、一緒に出られへんやんっていう。今日の服メールに全身載せてねって。今日も撮ってないわ、ごめんやけど、昨日の全身なら載せれるよ そういえばおめぐと牛タン食べに行ったのよき。そう、めぐちゃんと最近仲良くてっていうか、前から仲良かったんだけど、武道館のリハ、武道館コンサートのリハの時にもっと仲良くなって、あ、違う、運動会ぐらいで仲良くなって、もっとテレ東のやつで、シリーズモーで仲良くなって、でおめぐちゃんって呼ばせてもらうようになって、もうタメ口でいいよみたいな、すごいフレンドリー気さくにね言っていただいたからね、そうタメ口にできるように頑張ってるんだけど、ちょっとどうしても敬語になっちゃうよね本当に。そうで牛タン、そうたまたまねタイミングがあったので、そう一緒に行けて、なんかいろいろめっちゃ短い時間限られてたけど、まあ割といっぱい話せて、そう楽しかった。ごちそうさまでした。牛タン美味しいよね。っていうかね、いつやったっけ、この前あのワンピースのアートギャラリーを見に、お仕事終わりにねそのまま行ったの、麻布台ヒルズっていうとこに行ったの。なんかあそこめっちゃすごかったよ。なんかまだ新しくできた日本一高いビルらしくて、なんかまあ夜行ったんでそんな、まあ割と混んでたかなって感じだけど、まあそんな気になるぐらいじゃない、気にならんぐらいの混み具合で、それ人それぞれなんですけど、であのなんかでもまだお店オープンしてないお店めっちゃ多くて、来年からここオープンですみたいな感じだったの。え、オープン初日だったの？あ、マジ？オープン初日だった？まさかの？え、そう？え、そうだっけ？なんか、そう、わかんないけど、それは。そう、とりあえずワンピースのやつ行きたくて予約して行ったのね。で、まあ、とりあえずめっちゃ良くて、あ、ワンピース好きって感じだったんだけど。
なんかそこすごかった。なんかなんて言ったらいいの、敷居高め、なんて言ったらいいのかな。ご飯屋さんもなんかご飯食べて帰ろうかなと思ってご飯のとこ見に行ったけど、なんか全部本日はご予約のお客様で満席ですみたいな張り紙貼ってて、え？みたいな、予約必須なのまさかのと思ってすぐ帰ってきた。ワンピースのアート見てすぐ帰ったね。そう、これ袖かわいくね、下が長くなってる、グレイル、グレイルだよ。でもお鍋とか取るとき絶対に気をつけないと、これつくからこういう風にしないといけない。24日オープン。あ、24日じゃないもん、正解言ったの。20日まで言う必要ないけど、28、インスタ載せた日に行ったから28、オープンして4日後に行きました。でも全然もうお店全然開いてなくて、うん、そうね、あんま。でも本屋さんがもうめっちゃ広くて、どこに何があるのか全く分からなかった、広すぎて探すの、本探すのめっちゃ大変な感じの本屋さん、広すぎて。ぜひ行ってみてください。すごい楽しかった。で、香水と新しいファンデーション買ったの。香水は2本ぐらいもなくなって新しいの欲しいなと思ってて、で気になってたのを買って、ファンデーションもなくなりかけてるものと、もう一個はあんま良くなくてファンデーションだから買い直した。まずファンデーションからご紹介したいと思います。興味なくても見てね。まずこちら、すごい今話題のね、こちらなんです。資生堂のエッセンススキングローファンデーション。私は130のお色味をゲットいたしました。資生堂です。ファンデーション見せつけタイム、はい、こちらこちらでございます。こちら今ね、つけてるんですけれども、すごく綺麗になります、お肌が。こちらを使ってお仕事これからしていきたいと思います。お肌綺麗だなと思ったらこのファンデーションのおかげですで、まあ、これはずっと前から買おうと思ってたの、実は。で、問題の香水、これは自分へのクリスマスプレゼントこれは本当に自分へのクリスマスプレゼントだからね。ちょっと待って、早い、クリスマスプレゼント早い。でもさ、クリスマスさ当日に買うっていうよりかはさ、クリスマスとかさ、もうそのだってうちら握手会あるやん、イブとか。クリスマスに買ったらもう遅いから、香水とか。だってうちら握手会あるやん、その日。
やからつけたいやん、握手会でいい香りの女の子やなって思われたんやみんなに。だから早めに購入いたしました。こちらです急にギャルっぽい喋り方、どうやったっけな。これ初めてここの買った、なんかめっちゃ試したの香り、もう何種類試すのってぐらい、何回も何回も試して、でやっとこちらに巡り合いましたけれども、お値段は言いません、だって高いんだもん。かわいい、割とデカめ。こちら買いました、見えない、これね、これ買ってクリスマスの握手会楽しむ。マジでいい香りだから、これだけ匂いに来てほしい。私の握手買ってない人、めっちゃいい匂い。え、なんかびっくりした今、いい匂いすぎて。あのね、なんかおしゃれ、華やかな香り。いや、なんかもう一個ね、もう一個っていうか、これはなんだ、ローズ、超華やかなローズ、もう華やかって感じ、もう花っていうさ、中華の花の花って文字がぴったりのおしゃれなバラの香りなんですけれども、もう一つなんかパリの街並みをイメージした香水も迷ったの。それこっちについてんだけど、こっちもいいのなんだけれども、こっちパリ、こっちあの花でも、なんかパリの街並みにすごい惹かれたけど、なんか私のこうなんていうの、なりたいイメージっていうのはバラみたいな、そういう華やかな感じになりたいから、パリの街並みもすごいいいんだけど、ちょっとウッド味が強くて、なんかちょっと物足りないかもって思って、ちょっと花の方にしました。あ、2つ買ってないですよ。でもお試しでパリの街並みの方もいただきました。そうね、なんかつけたての時と時間経った時の香りが違う。なんか時間経った方がいい感じ、つけたては割となんかきついかなって感じしたけど、こう馴染んでくるとなんか、え、こんないい匂いだったのってぐらい最高の香りを買うことができました。もう毎日これをつけます。この香りが届いたら私がいるってことだから、よろしく、届けこの香り。香る、マジでショールームとかで匂いとかも来たらめっちゃいいのにね。桜超えた、ジョー・マローンの桜使い切ったのね。もう本当にもうゼロ使い切ったので、もう一個前に買ってたジョー・マローンのやつももう使い切ってて、でママからもらったシャネルのチャンスってやつももうなくなってて、でもう一個桜の香水やったんだけど、それももうなくなってるの。
もう4つぐらいもう使い切ったから、もうさすがに買っていいやろと思って、クリスマスプレゼントね、これ買いました。最高、最高のクリスマスプレゼント。そんななくなるの。あ、でも本当に買ってる順番も全然違うし、4年ぐらい前に買ったのもあるから、割と香水を買うのは久しぶり、香水買うのは1年ぶりぐらい、ほんと1年ぶり。そんな感じ。買い物っていいよね。メリークリスマス、メリークリスマス。元気に買い物してて安心。いや元気よ本当に。めちゃくちゃ元気なの。もう喉だけ、首だけが痛くて、めっちゃ元気本当に。いや今は大丈夫ですよ、今は大丈夫だけど、本当に元気だから、もうだからもどかしかったのよね本当に。そう、今はな何パーセントまで復活してるの？ 95。 あとここだけ、ここだけグッて引っ込んでくれれば最高だって。ここめっちゃ生えてたのに、めちゃくちゃまっすぐになった首が、こうパッてなってたのに、すごくいい感じの首に元通りになれました。マジでありがとう、ありがとう本当に。口内炎もめっちゃ長引いてたけど、口内炎も良くなって、もう本当に口内炎きつかった。この辺にできてたの。リバースで元気なのは伝わってたよ。あ、そうそうそう、リバーさ、私の言いたい放題な場所メールとかは割と送ってから時差があるから、届くまでに時間かかったりするんですけど、リバースはすぐ届くからいいねって思う。本当に栄養を取ろうと思った。私は栄養不足なんです、自分でも分かってるんだけど。だから最近は野菜を積極的に食べます。そう、私の代わりに劇場、あずちゃんが出てくれたので、ちょっとあずちゃんには感謝の気持ちでいっぱい。今度会ったらなんかあげるお詫びとお礼と感謝、お礼と感謝一緒やな、それ。本当に感謝。だからおめぐちゃんにも会った時に、そう、本当はおめぐちゃんが出てくれる予定だったんだけど、そう、おめぐちゃんもなんか物もらいみたいなのできちゃったらしくて、でそれであずちゃんになったんだよね。そう、あずちゃんはね、アウトオブ48の時に一緒にチームになった。そこから仲良くなった。めっ
ちゃ可愛いよ。本当に研究生可愛い子多い。めっちゃ可愛い。可愛いよね。研究生と話したりするの。この一番直近でお話ししたのは平田ゆきちゃん。ゆきちゃんたまたまいて、マカロンちゃん可愛いって褒めてくれた。私が目の前にいるから、まあお世辞かなって思ったけど、すごい嘘でも可愛いってすごい言ってくれて、ありがとうって思いましたね。あんな可愛い子にマカロンちゃん可愛いってすごいキラキラした目で言ってくれて幸せりか。そしたらね、マサイちゃんもう可愛いって言ってくれた。絵欲しいですって可愛い。ちなみに岡部凛ちゃんにはグッズ一つ差し上げました。一番最初にもらえるって聞いてきたから、え、来て使ってくれるのって言ったら、え、欲しいって言ってくれたから、え、じゃあどうぞってその場で。でも本当になんか不安だよね。本当にって、なんか私2週間ぐらいそのメンバーとかとも会ってなかったし、家に引きこもってるとなんかそのメンタルが豆腐まではいかんけどマシュマロみたいなふわふわになっちゃうんですよ。こうなんかわかる？ちょっと人と喋るの怖いかもみたいな、わかる？なんか久しぶりに外出たりしたらさ、え、なんか、え、大丈夫かなみたいな思っちゃう時があって、でもなんかそういう風な優しさに触れて、え、わかる？わかるよね？わかる？嬉しい。だからね、なんかそうすぐ慣れるけど、すぐそういうのはそう話していけば全然怖くもなんともなくなるけど、なんか久しぶりに太陽の光とか浴びたりするとね、まぶしいってなるから、そうドキドキしちゃうでしょ。だからね、そうやって言ってくれたらね、すごく嬉しくてすぐあげた。何日間自宅療養してた？でもそんなに、スーパーとか行ってたからね。だからでもスーパー行ったとしてもさ、レジの人としか喋らんやん。あ、袋お願いしますと、あ、ポイントカードとか、あと、みたいな、お箸は2銭とか、そんなんしか言わんやん。あと、あ、カゴをもらってありがとうございます。
しか言わんやん。だからし、マスク帽子でなんかほぼここしか見えてないみたいな感じで行くから、別にそうすっぴんやし、髪の毛も何もしてないからね。そう、そうそうそう、そんな感じでね。シールみたいになってんねんけど、していい匂い、どうしたらいい、自分がいい匂いすぎてもう走り回りたいこの皆さん見てる皆さんに匂わせに走っていきたい。こうこれ握手会で匂えるから、めっちゃいい匂い。こんないい匂いなことある？え、びっくり。ちなみにこことこことここに3種類つけたから、どの匂いがいい匂いなんかは正直わからん。パリの街並みがいい匂いなんかも知らんし、あと買ってないけどここにつけたのもジャスミンみたいな香りでいい匂い。買ったのはこれだから3種類混ざってるんですよ今私のここにでもいい匂い、なんか割と混ぜてもいいっていうしねいや本当はこう紙にさつけるやん、こう香りのシュッシュっていう試しの紙、それも10枚ぐらいすごい試して「うん、いやこれじゃないですね」みたいな「うん」みたいな。最初お店入った時にね、聞いてほしい、お店入った時にこうお店の前で待ってたの。めちゃくちゃお店の中人全然いなかったけど、一応さそのお店の前にねこう人数制限してますのでここでお待ちくださいみたいな紙があったから、え全然人おらんけどなと思いながらずっと待ってたの。そしたらね店員さんが案内してくれてね、こう入るやん。で私って言って、ここのメーカーの香水買うの初めてでみたいな、もうどういうのかも全然知らないし、なんかちょっと気になったので来たんですみたいな言ったの。そしたら、あそうなんですねみたいな、じゃあどういう香りが好きですかみたいな。で、でも前つけてたのはあのジョー・マローンのローズベルベットみたいな、ウッドみたいな、そういう感じのやつですみたいな言ったら、あそういう感じなんかお好きなんですねみたいな。でそれでいろいろね、もう本当にいろんな香り、ほぼ全種類、ほぼ全種類こう、じゃあこれはいかがですかみたいな、もう本当にたくさん、まずこちらはイチジクとなんとかの香りでみたいな、うーんみたいな。なんか最初に香った香りが正直あんまりで、えなんかめっちゃフルーティーと思って、うーんみたいな。じゃあこっちはなんかすごい青みかかった香りがしますみたいな、うーんみたいな。うわーってなったりとか、えここ大丈夫かなと思ったけど、どん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 なんかいい香りに出会って3種類に絞れたので、その3種類が
この手についたやつ、まずここだから第3希望がこのジャスミンで、ここがパリの街並みで、ここが今日買ったやつで、最終でもジャスミンは正直セリカっぽくないかなって思ったの。めっちゃいい匂いやけど、でジャスミンはそのミニサイズもあったから、正直これでかいしミニサイズがいいなと思ってたけど、この買ったやつはこのサイズしか売ってなくて、だから迷ってたのね。でもね、このジャスミンはねセリカっぽくなくて違うってなったの。じゃあパリかこのローズってなって、うんみたいな、めっちゃ迷ったの。めっちゃ迷ったけど、あーローズやなってなってローズになったの。そうで、さよなもいてくれてたのね、隣に。でさよなも一緒に匂ってくれて、なんかジャスミンは正直性格っぽくないみたいな、いい匂いやけどみたいな、まあ新しく挑戦するならいいんじゃないみたいな感じだったの。うんみたいな、だって高いのにさ挑戦するのもなと思って微妙で、パリの街並みかローズってなった時に、なんかパリの時にセレナがなんかうんみたいな、あんま匂わんみたいな、うんうんみたいな感じだったの。でもそのローズ匂った時に、あーまあこれ確か性格っぽいかもみたいな言ってくれて、そういう助言もあって、じゃあこっちってなったわけ。そうえ、さよなはね、ちなみにあの途中で来てくれたの。私が香水選んでる時に、そうここいるって言ってそこに歩いてきてくれて、で付き添ってくれてたの。そうあ、ちなみにさよなとはもう全然会ってなくて、もうほんと久しぶりで、一応なんか私の握手会とかにさよなのファンの方とかたまに来てくれたりするんだけど、なんかさよなちゃんの生存確認ができるのはセリカちゃんのおかげみたいな感じで言ってくれるファンの人がいるから、さやらちゃん早く SNS 更新してねって言っといた。そしたらほんまそれなって言ってたから、まあずっとフォローしてたらいつか何か更新すると思うので、さやらファンの皆さんは首を長くして待ってたらいいと思います。ちゃんどうやって生きてるんだろう。めちゃくちゃ元気ですよ。割と充実してる感じではあったので、心配ご無用です。ハマちゃんは喋りすぎちゃいそう。確かにいっぱい喋りそう。じゃあ今日私も久しぶりにさよなに会ったの。もう元気になったし、てか前からは約束しててこの日に会えるって言ってくれたから、さよなが
だから、まあ、その日会おうと思って約束してて、でも話したいこと多すぎて、なんか今日さあ一緒にいたけど、割とこう一つ一つのお話の話題短めに、もうダイジェストみたいな感じでお互い言いたいこと言い合って、なんか普通この話題でずっと話せるのに、えそれでなみたいな感じで次の話題がどんどん入ってきて今日なんかすごい数の話題を語った、共有した、えでさあみたいなあそう、ワンピースもアラバスタまで見たって言ってて、その話題もほんまはもっと広げたかったのに、なんかそうすぐ終わった、それも。一日一話は見るようにしてるねって言ってて、へーみたいな、あそこねみたいな、あと900話ぐらいあるから頑張ってみたいな感じで言ってきましたけど、あと何の話したかな、神社の話とかした、この神社が良くてみたいな私も御朱印集め好きだから、そうこの神社気になっててみたいな、ここおすすめみたいな、神社のお話したりとかしましたね。あとは神社巡りしたいよ、もう全国回りたいもん、まあ、ちょこちょこね、あこの神社いいなって思うけど、なんかそう、なんか神社って何かのついでに行くっていうのをしたくなくて、自分的にここの神社に行くっていうのを決めてから朝早起きして行くっていうのが私的には良くて、明るい時間帯に行くっていうのがいいから、いつもねこう気になる神社見つけても、あもう夕方やしなと思ってスルーしちゃう最近。そうで割と神社はもうすぐ、そんな長居はしないね。なんかももちゃんと山梨に行った時、ラジオで山梨行って前乗りした時にちょっと観光とかしたんですけど、そこであの御朱印帳がいっぱい売ってたのお店に、で御朱印帳あると思って見てたら、ももちゃんも来て、あの御朱印いいなみたいな、神社周りと好きやしみたいな言ってたのね。だから御朱印集めたらいいやんって言って、一緒になんか神社巡りしようみたいな言ったんですけど、なんかそのおもちゃん的に渋パラで話してたそのポイントカード問題と一緒で、今まで行った神社の御朱印はどうなんのみたいな、そのなんて言ったらいいの、今までせっかく行ったところの御朱印持ってないのに、また今日から新しく集め出すっていうのがなんかちょっとみたいな言ってて、
ポイントカードとかも作ろうかなと思うけど、前回買い物した分のポイントはなんか入らないからもう作る気にならないみたいな言ってたの、渋パラでも。まあ確かにそれはわかるみたいな。でも御朱印はさ、なんかいいやん別に始めるのにもさ早い遅いないやん。だからえいいやん、なんか一緒に集めようみたいな言ったけど、ももちゃん御朱印ってめっちゃスタンプラリーみたいな感覚やったらしくて、なんかえお金かかんのみたいな、えこの御朱印書いてもらうのにえお金かかるのみたいな言ってて、えそこからみたいな、まさかの御朱印無料やったと思ってたらしくてまあ、確かにね。でも御朱印本当に割とお金かかるなって思うんですよ。その神社でもいろんな種類の御朱印があったり、大きいお寺とかだったらその場所お寺ごとに御朱印があったりとかもするから、一つ500円とかだったらもう1000いくらとかかかったりするところもあるから、基本は500円とか300円でもらえるけど1枚だから、割とね御朱印ますね。そうでもさ、それが楽しいやん。なんか限定の御朱印とかあったら、私はそういうコレクションするのは大好きだから、もう御朱印なんかもう溜まっていけば溜まっていくほどなんか背徳感みたいな、嬉しいみたいな、満たされる感じがあるそう、で山梨でも御朱印欲しいなと思って神社行ったけど、なんか閉まっててそのお店みたいなとこが、だからさもらえなくてね、悲しかった。でも次行きたいなって思った神社ちょっと目星つけてるから、いつか行きます。さやなと行きたいねって言ってて、まあ、結構神社って一人でも行ったりするし、なんか結構さ前に藤園レイちゃんと神社に行ったんだけど、神社に行こうっていう目的で行ったんだけど、その神社での滞在時間が短すぎて、いやこれ別に神社メインで一緒に行くとなんて、しかも行った神社がそんな広くなくて、だからなんて言ったらいいの、すぐ終わったの用事が。だからその後なんかカフェ行くみたいな感じになってカフェ一旦行ったけど、なんかね、なんて言うの、いろんな神社そのスポットごとに何個か巡るとかならわかるけど、一つしか決めてなかったから一瞬で終わっちゃって、だからすごいなんか神社割と一人でもいいかもって思ったよね。まあ多分まあさやなと行ったとしたら、その後またご飯とか行って喋り倒すんだろうけど、一人散歩好きですね私も。
でもなんか混んでるとすぐ帰りたくなる。それみんな同じやけど、ワンピースのアートギャラリー見にアザブダヒルズ行った時もめっちゃお腹空いてて、もう本当にお腹空いてたの。朝から何も食べてないみたいな、とにかく何かを口に入れたいみたいな時があって、でもなんかコーヒー&ベーカリーみたいなそういうお店は割と空いてたんだけど、なんかそんな気分じゃなかったの。その時間的に何時やったら、5時ぐらい17時ぐらいで、17時に食べるパンとコーヒーってなんか中途半端やん。その後夜ご飯食べるかもしれないのに、え、なんかうんみたいな思って、なんかうんって思いながら歩いてたら結局なくて、そうでラーメン食べたよね、その日ラーメンで終わったよね。寒くて、寒くてね、あったかいの食べたくて、でしかも喉渇いててスープ飲みたくてラーメンしかないやん、ラーメンにした。うどんでもよかったんだけど、うどんはなかった。つるとんたん行けばよかったなと思って、すいませんね、何の話って感じよね。久しぶりにショールームできて嬉しくて、さすがにちょっと喋りすぎた、失礼いたしました。今日は野菜炒めかな。ピーマンの肉詰め、ピーマンの肉詰め好きで、てかピーマン好きで、今日もピーマン野菜炒めに入れる。え、ピーマンって私ピーマン一番好きかもってぐらい、ピーマンは本当に好きなの。子供の頃の大好物チンジャオロースだからね。ちなみにチンジャオロースと牛丼が大好きだったの昔だけど、なんか最近はまあもちろんマカロンはその時から一番好きよ。マカロンがもうずっともう本当に子供の時から好きで、その下がチンジャオロースと牛丼ぐらいだったんだけど、なんか忘れててピーマンのことで、最近またピーマン食べだして、え、ピーマン美味しいかもみたいな。だから今マカロン梅からのピーマンってなってるかも。マカロン梅ピーマン、これこれね、最近これ、素材でもね、今日ねネイルの人と話してたの。ネイルやってもらいながら、なんかの分からんけどなんかの話題で、え、好きな食べ物なんですかみたいな聞かれた時に、なんかマカロンだけど、まあ、ご飯系で言うなら梅おにぎり、梅おにぎりですかねみたいな言ったの。そしたら、え、みたいな、梅おにぎりわらーみたいな、わらわらーみたいな感じで言われて、でなんか、え、そのお姉さんは何が好きなんですかみたいな聞いたら、なんて言ってたっけ、餃子って言ってたのねあー餃子美味しいですよねみたいな。でもさ、その私はみたいな、なんか本当はすごい梅干しとか大好きなんだけどなんか私梅干しって絶対に酸っぱいのが好きなの。
本当に甘いのは受け付けないぐらい酸っぱいのが好きなのね。だから梅干し全部を愛してるわけじゃないから、なんか一番好きって言えなくって、正直。だからおにぎりに入ってる梅って大体酸っぱいやん。だからまあ梅おにぎりだし、私の大好きな塩もかかってるしさ、そう考えたら梅おにぎりめっちゃいいなと思って、梅おにぎりって言ったんですって言ったら、えみたいな、おもろーみたいな感じで、なんかもっとそのなんていうの、オムライスとかハンバーグとかそっち、なんかなんていうの、洋食とかさ、中華の何かとかかなって思ったわけ、お姉さんは。でもそういう概念なくて、私に。だから梅おにぎりで、梅おにぎりって本当美味しいの。でもね、本当梅、私が梅一番好きって言えない理由は、もう本当にさっきも言ったけど、全部の梅を愛せないからなんだよね。マカロンって、まあ、ご飯とスイーツで全然ジャンル違うからあれやけど、割とどこのメーカーのマカロン食べても美味しいのね。見た目可愛いし、やん。でもさ、梅干しってわかる？スーパーとかに売ってる梅干しは正直酸っぱくないから、うんって感じなの。本当に酸っぱすぎる、やばいってぐらい酸っぱい、もうビビるぐらい酸っぱい、一つの梅干しでご飯2杯いけるみたいな感じの梅干しがよくてだからね、こだわり強すぎて梅に対しての、だから一番梅好きって言えないの。だって甘い梅干しはむしろ苦手なぐらいだから私。そうだからね、あ、確かに酸っぱい梅干しって書けばいいんや。あ、確かに酸っぱい梅干しって書こう、これからプロフィール書く機会あったら。だけどね、私白米も塩も好きだからね、梅おにぎりが一番いいかも、やっぱり。だって私ほぼ毎日食べてるもんね、お仕事の時間、朝ない時間ない時とか朝。てかおにぎりが好き、梅っていうか何それって感じ。梅は好きですよ。だって2日連続カリカリ梅袋食べたてか聞いてほしいんですけど、ごめん話しすぎで申し訳ないんだけど、私ねファミリーマートの梅干しカリカリ梅買ったの1袋。そしたら前は分からんけど7粒ぐらい入ってたの、半分に割られた梅干しが、カリカリ梅が1個半分で1、2、それが7粒ぐらい入ってたのに、この前食べたら5個しか入ってなくて、えっめっちゃ減ってると思って、だから罪悪感なく1袋全部食べれることになった、イエーイっていう嬉しいお知らせ。だって皆さんに一袋カリカリ梅食べてるんですって言ったら、いやいやせりちゃん塩分塩分みたいな、塩分取りすぎって言われるやん。だから一袋の中身の量減ってたらそれ全部食べても全然いいやんと思って、だから私が一袋梅干しのカリカリ梅食べたからって怒らないでね。しかもね、私病院で検査した時に塩分取りすぎで血圧測りたくないなと思ってたけど、測ったらもう超正常
むしろ低いぐらいだったから全然大丈夫だった。言っとくけど塩分とっても大丈夫マウント取ったけど、今本当に度正常だったんで言っとくけどよろしく、そこだけは心配してくれてありがとう。でもさすがに気をつけるね、むくむし。うん、そうね、まあ若いからそうだよね、よく言われる、もうそれしかないよね、若いからだよって分かってる。でもだからこそ、若いからこそ自由に生きれるんです。気にするのは年取ってからでいいんです絶対あかんけど、絶対に今から気をつけといた方がいいと思うけど、たまにはいいよね。まあ気をつけます。さすがに皆さんがこう助言してくれるのも、助言してくれるうちがなんか幸せよね。まあ呆れられて何も言われなくなるのが一番悲しいから、うん、素直に言うこと聞いて気をつけます。さすがにね、そうです。皆さん優しいからすぐ心配してくれる。体調不良の時はもちろんだし、私が梅食べたって言ったら心配するでしょ、何粒食べたんって梅に関しては心配するでしょ、食べ過ぎてないかって。本当に感謝してます。今日はいっぱい話せました。まず体調元気になったよ、元気だったけど治ったよっていうことと、ネイル変えたよと髪色も変えたよっていうのと、香水とファンデーション買ったよっていうのと、あと好きな食べ物のお話とかしましたね。あと今日着てる服の袖が可愛いって話しましたね。そういう感じ。私そう最近パリに行きたすぎて TikTok とか開いたら、パリに行った人とかパリに住んでる人の Vlog とかめっちゃ見ちゃう。餃子が好きな話、あ、そう、ネイルの、私がいつもやってもらってるネイルのお姉さんが好きな食べ物は餃子で、その話続きがあるんだけど、なんかその私は私でその一番好きな食べ物梅干しって言えない理由は、全部の梅干しを愛せないから。だからスーパーの梅干しとかもし買ってこられたとしても、正直まあ甘いなって思ってしまう。だから一番好きって言えないんですよねみたいな。だからなんか梅おにぎりって言ってた方がいいかなみたいな話をしたら、そのお姉さんも
なんか私もみたいな、餃子めちゃくちゃ好きなんですけどみたいな、でも餃子もなんかその餃子好きなんですって話したら、その相手はビールと合いますよねみたいなそう言ってくれるけど、ネイルのお姉さんはビールとかお酒すごい苦手だから、なんかその時にいや私ビールとかお酒飲めないんですよって言ったら、すごいなんかすごい残念そうな顔されるんですよねみたいな言うわけ。え、わかるみたいな、その感覚と同じですよねみたいな感じで盛り上がったっていうね。え、なんかわかるんです、私も別にお酒嫌いじゃないけど、別に正直居酒屋に行ったとしてもなんかおつまみが美味しいから、おつまみの方が好き、お酒よりおつまみみたいな感じなのね。だからビールに合うよねとか言われても、まあまあそうなんやぐらいなわけだからさ、難しいよねって、みんなになんかこうスムーズにさ、こう気持ちよく会話が終わるのってなんかむずいよなって思って。だってそのお姉さんだってその餃子が好きでノリノリで話してもなんかビールに合うって言われて、え、私ビール飲めないみたいな、なんかこう遮断したみたいな感じになるやん。でも私も梅干し好きって言っちゃったら、なんかもし、え、じゃあ私も梅干し好きみたいな、甘いの美味しいよねって言われたら、いや私は絶対に甘いの苦手みたいな、え、酸っぱいの好きだからみたいな言ったらさ、なんか、あ、そうなんやごめんってなるやんそれでなんか難しいですよねみたいな感じになったネイルやってもらいながら同い年なんですよその人と。なんかすごい関西人やしね、すごい話しやすくて、そう面白いの何の話って感じよね。そうそう、そういう話があったの変な感じで意気投合したね今日は。そうそうそう、でその人は私がそのアイドルやってるとか知ってるし、むしろ劇場公演見に来てくれたこともあるから、あの私が招待してね、だから超仲良し。そう、楽しい一日やったね。はい、そうです。いや、ショールームもできて嬉しかった。なんかもうずっと、まあ、一応元気なんだけどこっから下ね。でも喋り続けるとなんか怖かったのよ、唾飲み込んだら痛いからね。でもね、もう治って、別に喋り続けても何の異常もないし最高だから、めっちゃ喋りたくて。そう、でもまだ歌ってないからちょっと歌わないとあかん。カラオケ行こう、本当に嬉しい。でも事務所とかに行ってそのメンバーとかに会ってお話とかするとなんか最近どうとか最近の近況報告とかしたりすると、なんかおしゃべりするのって楽しいなって思うよね。しかもね、私って基本的にね、ごめん喋りすぎやねんけど、あのなんていうの、基本的に友達とかとお話しする時とかも割と聞き役なの。めっちゃ聞き役やし、
聞くのが好きなの、話すのも好きだけど、でもさ基本聞いてることの方が多いから。でもショールームってなんか話してくれる人おらんやん。皆さんが聞き役になってくれるわけだから、なんかそれに甘えてなんか喋りたい話題がたくさんあるとめっちゃ喋りたくなっちゃうし、しかも共感してくれたり割と突っ込んでくれたりとか、皆さんコメントお上手だから、なんかそれに甘えてめちゃくちゃ話してしまいます。特にこういう久しぶりに会った日とか、なんか割と喋ることない時はなんか全然何喋ろうとか思うけど、でも今日は喋りたい日でしたね。そう、私聞き役基本的に。でも話すけど聞くのも好き。久しぶりに話せちゃめえて幸せか。久しぶりに声聞けて安心した。そう、ウィバースでずっとなんか喋ってたけどね。ウィバースで語そう、いっぱい送ってたけど、こう喋るってなるとどんどん話題出てくる。元気な姿見れてよき、ありがとう。本当に元気です。割とこうお家でまったりしてる時とかウィバースでやってたから、ウィバースまだ入ってない方はぜひウィバースにご登録よろしくお願いいたします。なんか私はそのファンの皆さんとこう一対一でLINE をしてるような感覚で送れるの、ウィバースって。だからこうメールとかは割と文章をまとめて今日あったこととかこれ食べたよとか、まあ写真を絶対載せて送るようにするけど、だからメールとは違う使い方にしたいなって思ってて、でも一応まあ有料、どっちも有料だからインスタとか X にあんま言わないようなこととかをメールとかウィバースでは話そうって思うんですけど、メールは割と日記的な写真付きで今日はこんなんがあったとか、おはようみたいな、今日も頑張ろうみたいな、なんかのイベントとか講演があったらその感想とかこういうのがあって嬉しかったとか感じで、ウィバースはもう本当LINE 的な、今からドボンするとか X の気軽バージョンみたいな。感じ。まああとはそうリアルタイムにその気持ちを伝えられるから、思ってることをそのまま書いたり、物なくした時にこれなくした最悪みたいな。そう、別にメールではそんな言う必要ないんだけど、でもなんか伝えたい、誰かに言いたいみたいなのをウィバースに載せてるかなみたいな。755みたいな感じ。でも私755より出現率多いからウィバースは。そう、そんな感じ。
たまに写真も載せるかな。しめっちゃ皆さんからのコメントもたくさん読ませていただいてます。というような感じでですね、もう1時間半ぐらい喋ってしまいましたので、すごい楽しかったのでランキング読んで5分ぐらいアフタートークして終わりたいと思います。では13位から13位、ケンパーと久々のセリちゃん、可愛かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、マトベイインチブロビッチアットセリちゃんのネイル可愛いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ゼファーアットウィバースコメント送るねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アットセリちゃんの香水いい匂いそうで羨ましいさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、トリオヤジアットやっと称号ハピネスになりましたさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、ライオン丸アットセリちゃんの髪色落ち着いてておしゃれだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、萌えアット元気な姿見れて幸せリカさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、まさのぶアット今日の夜ご飯僕も野菜炒めにしようと思いますさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アット健康なセリカに会うのはとても楽しいことださん、ありがとうございます。ありがとう。4位、ヨッシーアット早く香りに行きたいですさん、ありがとうございます。楽しみにしててね。3位、ケンケンアットセリちゃんが行ってたワンピースのアートギャラリー行きたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、赤いゾウさんアットセリちゃんが久しぶりに喋っている姿を見れて嬉しかったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位はタクアット復帰おめでとう誕生日に配信見れて幸せリカさん、ありがとうございます。誕生日なの？お誕生日おめでとう、ありがとう、見てくれて。はい、ありがとうございます。おめでとう。なんかお話し会の日に誕生日だったり握手会の日に今日誕生日なんですとか言ってくれるとなんか、あ、嬉しい、この方の誕生日当日に会えた、嬉しいって思う。あ、みんなでお祝いしてる、おめでとうございます。暖かいね。そうなんだ、本日はお休みでした、次回に期待しております。忘れてた、そうなんだって言うの。9日のオンラインお話し会楽しみにしてます。お、私もオンラインお話し会楽しみ。ここは暖かいね、暖かい、本当に。だって私のこんなにくだらない梅干しのお話をすごい聞いてくれてってことでしょ。もうめっちゃ暖かい、本当に暖かい。自由に話せるよね、ポカポカ、心がもうポカポカですよ本当に。
指先だけ冷たいけど、本当に本当に冬って指先冷える。どうしよう、冷たすぎる。でも心はめっちゃあったかい、皆さんのおかげで。今日はすごいね、喋りたいことが多くてね、めちゃくちゃお話ししたけどね、次まあ近々配信すると思うけどね、その時はね今日と全然違うぐらいね話すことないかも。話しすぎて、今日話しすぎて、なんか次配信したらめっちゃ無言鼻歌配信みたいになるかも、うんみたいなマジで話すことないやなって思われそうなぐらいこう差が激しそうなんだけど、まあそういうのも見どころの一つ。あ、パンカツね、パンカツしたらまた言うね。あのそういう時は皆さんのコメントにかかってる変な圧かけた。そう、ありがとうございます。いつもなんかこんなにお話しするの好きっていうか、ショールームでこんな話すの久しぶりだから、1時間半とかごめん、あのお話しましたけど、最後まで見てくれてありがとうございました。また楽しいこととか面白いこととか悲しいこととかあったら共有するね。え、てかね、チャケが大竹ひとみちゃんいるやんがインスタに載せてたんやけど、カルボナーラ専門店に行ってたの。めっちゃ美味しそうで、そこ絶対行きたい今度。えと思ってインスタ見たら、えカルボナーラ専門店そんなんあんのと思って、もうめっちゃ楽しみ、いつか行きます。私最近一番直近に食べたカルボナーラが全然味しなくてすごい切なかったから、そうリベンジしに行きます。そう、まあそんな感じで今日は終わりますね。見てくれてありがとうございました。また近々配信します。皆さんも体調には気をつけて。じゃあまた。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。